自信があるとかないとかそんなこと言ってる暇があったら1枚でも多く写真を撮ってみればいいだけの話なんですよ。皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はちょっとゆるくトークをしたいんですけど、自分の写真に自信がない人に本当におすすめの本があるので紹介していきたいと思います。で、その本っていうのはもう私がもう本当にね一番大好きな本です。こちらです。草薙龍春さんという僧侶の方が書かれている本で、あの写真の本でもないし、あの写真家さんの本でもないし、写真集でもなくて、まあその写真以外にもすごく役に立つ、まあ、どっちかっていうとそのメンタルの考え方の本になります。だからね、直接ね写真の撮り方が書いてあるわけじゃないんですけど、もう写真にどう取り組むかっていうのにもすっごい役に立つし、あの写真以外の、まあ、考え方とかにもすごくいいものだと思うので紹介していきます。もうねこれ私この本ね本当に大好きすぎて、あの出されたのはいつだっけな、結構ね多分ちょっと前2015年にあの発行されているんですけど、私その多分2015年か16年ぐらいに1回買ったんですよ。で買って読んで、ああいい本だなと思ったんですけど、その後結構私その本売っちゃうんですよね。でなんかその時はまあ1回読んだからいいやと思って古本で売っちゃったんですけど、なんか最近またこれやっぱり改めて読みたいなと思って、あの買い直しました。で買い直して、しかもあのオーディブルっていうねアプリでこうこれを読んでくれるのがあるんですけど、それでもあの聞いてます。しかもそのオーディブルがあのナレーターさんが読んでいるバージョンと、この本人の著者の草薙さんが読んでいるバージョンがあの新しく出たので、そのご本人が読んでいるバージョンも購入して聞いてますっていうね。とにかくだから本を2冊買ってオーディブルも2バージョン買うぐらい、もう本当にすごいね好きな本なので、ちょっとねそのエッセンスを皆さんにもシェアしたいなと思って紹介していきます。のね、自信のつけ方、本物の自信をつけるにはっていうタイトルの章があって、そこがすごいいいなと思ったので紹介するんですけど、まあ、そこでおっしゃってることを要約すると、そもそも自信が欲しいっていうのは、まあ、ちょっとそれ自体が不合理、合理的じゃないよねっていうふうに言ってます。まあ、自信なんてそもそもあるないとか、そもそも考えなくていいと。そうじゃなくて、そのね、自信があるなしをそんなことにとらわれている暇があるんだったら、それより今できることに集中しましょうっていうふうに言っています。これって本当そうだよね。なんか私もね写真について、そう、自信があるかないかって言われると、うん、結構なんかどちらとも言えなくて、ただあの経験はあるので、なんていうかこうある程度予想をつけることはできるかなっていうね、そういう感覚はあります。まあ、もしかしたらそれを自信っていうふうに呼ぶ場合もあるのかなっていう感じがしています。っていうね、自分はそういう体験があるんですよ。でこの本で言っていることは、まあ、そのね感じにちょっと近くて、自信を持ちたいのであれば、こう動けば成果が出るという見通しが立つようになった時ですというふうに書いてあります。で行動体験の積み重ねの後、時間の蓄積の後に初めて持つことができますっていうふうに書いてあります。ただやってみるだけ、そうやって体験を積むだけでいいのですっていうふうにね書いてあるんですよ。で本当にこれすごいそうだと思って、私も本当にそういう風にしてきました。うん、やっぱりなんかわからないことはたくさんあるし、あの自分が本当にこれでいいのかってわからない、迷うこともたくさんあるんですけど、もう写真っていうのはとりあえず押せば、何かしらの設定をして押せばもう写真が撮れるわけですよ。でデジタルカメラなので、もうたくさん撮ってたくさん試してみれば、こうその結果が都度都度分かってくるわけですよ。でそういう経験を蓄
拡散しておくとやっぱり見通して立つようになってくるんですよね。まあ、私はそのいわゆる風景写真みたいな三脚使って、フィルター使ってこうがっつり構図決めて撮りますみたいな、そういうことに関してはもう経験が圧倒的に少ないので、まだ見通しはだいぶ立ちづらいですけど、まあ、だからなんだろうっていう、それはなんかある意味当たり前なので、そこに変にそれを隠すつもりもないし、ただそれはそれでなんか当たり前なので、けどそうじゃなくてやってきている部分の経験っていうのがたくさんあるので、まあ見通しがつく部分もすごくたくさんあるかなと思っています。まあね、詳しくは本当にこの本がおすすめだから、もう本当にね読んでほしいです。そしてこの読書が苦手な方はオーディブルで聞くのも本当におすすめで、この著者の方の読み方とか話し方がもうすごいね優しい感じで、もう本当に好きで大好きなので、ぜひぜひ読んでほしいと思います。なんか、まあ、このね章以外にも本当にすごいこういろんな人間関係の悩みだったりとか、普通にこう生きていればこう誰もそういう経験あるよねみたいに思うような時に役立つ発想の仕方みたいなところが書いてあって、僧侶の方ではあるんですけど、その仏教のがっつりなんかこれを信じなさいとかこうしなさいみたいなことが書いてあるのではなくて、まあ、こういうふうにするとこういうふうになるから、まあ参考にしたければすればいいよみたいなね、そういう本当にクールなスタンスで書いてあるところもすごい好きです。本当にね押し付けてくること何もないんですよ。こういう風になってるよねみたいな、だから仕組みが淡々と説明してあるだけなんですよね。で、私がこのチャンネルでやりたいことも結構それに近くて、なんか私は写真の撮り方とか言って紹介してますけど、あくまでも私はこうやったらこうなりましたっていうねスタンスなんですよ。だからそれがもし好きだったら参考にしてほしいし、好きじゃないんだったら、まあ、こういう人もいるのねぐらいに流してほしいっていう感じで、もうすごくねそう本当になんかすごいこう写真以外のその気持ちの部分をすごくこうなんかこの本から学べているし、私もなんかちょっと落ち込んだりとか困ったことがあった時はこれを本当になんかねパラパラめくってみて、何か自分があと本当はもうちょっとこうした方が良かったんじゃないかってできることはないかみたいに、そう言ってそういうね風に思ってみると必ず何か気づきがあったりするんですよ。ということで、まあ、これすごいベストセラー15万部突破しているので、まあちょっと見たことある方も持っている方も多いかもしれないんですけど、改めてねそのまあ特に今回は自信のつけ方っていう章を紹介したんですけど、そこの以外のページも本当に素晴らしいことがたくさん書いてあって、写真に役立つのはもちろんなんですけど、それ以外の場所でもすごく役に立つ考え方が載っているので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。まあ自信ね、そう自信はだから自信があるとかないとかそんなこと言ってる暇があったら1枚でも多く写真を撮ってみればいいだけの話なんですよ。そうめっちゃシンプルですよね、うん、だからそこにとらわれたりとか、そこでなんか人と比べたりとか争ったりとかする必要も意味も全くないので、ただただね自分ができることをやっていってそれを積み重ねていって、で後から振り返ったら気づいたら自信が、まあ自信と言っていいのか分かんないですけど、そういう見通しがつくようになっているっていうのが多分一番いいですよね。誰も敵にしなくて自分ができることを淡々とやっていくっていう、そのクールなスタンスがもうめちゃくちゃかっこいいなと思って、なので、まあ、私はそういうのを目指したいし、もしそういうところでねごちゃごちゃ悩んでる人がいたらすごい参考になると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回はちょっと台本なしのラフな雑談でしたが、ぜひこちらの本オーディブルの方も紙の本の方も概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。オーディブルの方は、初回の一冊は無料で聞くことができるので、これただだったら本当にいいと思います。ぜひぜひ聞いてみてください。ということでありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございました。